はい、いつもお世話になっております。ゲーム動画で行こうでした。でしたじゃないよ。始まるよ。はい、というわけでですね、刀アバンシーの続きをやっていきたいと思います。まずですね、その前にデイリーガチャ引きます。この件押しにくいな。今 iPhone の 6S で 6S でやってるんですが、この結果を見るのボタンがすごく押しにくい。もう一周してから入ります。おっと、ありがとうございます。また株券で生産していただきました。ねえねえ、はい、ですね、この動画の説明欄にですね、私の ID 書いてますので、よろしければですね、友達になってください。よろしくお願いします。調子を上げていこう。まだ瞬発力が出てないんですね。あと気象も気になるな。気象が悪から出遅れ癖になってるとかじゃないよな。ですね、出走できるレースはドバイ出れますね。問題は、まあ大阪杯もあるのか。大阪杯は1年前に取ってるレースなんで、これは狙っていきたいですね。ドバイターフは距離がちょっとな。ドバイ C まで行くかな。大阪杯が500枚なんで、ドバイ C はちょっとやってみたい。アーバンシー、コタシャン、ホワイトマズ、なんか強そうですね。ホワイトマズに武豊が乗るのか。じゃあ岡部さんで。調教しなかった。勝負根性は限界近くまで鍛えられたんじゃないってことで、これ以上見ると成長が見込めないんじゃないかということですよね。ちょっと調子が落ちた。おっと、ベスト体重が変わった。434キロになりました。さあ、あと2周。あえて瞬発力に変えてみるか。
お、調子はいいみたいですね。大根か。大根の、ちょっと待った。馬体重は文句なしなんで、はい、ベスト馬体重、かつ調子も絶好調ということで、やるべきことはやりました。あとはもう、結果を待つのみです。時間短縮間キャンペーン。キャンペーン。2.0 倍、一番人気ですね。二重丸も、アーバンシーが1個ついてる以外は、他はですね、全部我が方のアーバンシーが取っています。まだ自慢一緒なんですけどね、まあ、これは嬉しいですよね、素直に。行ってみましょう。今回差しなんですが、それが果たして吉と出るか凶と出るか、まあ、いろいろ試してみたいと思います。出遅れて終わりになっちゃうんだじゃね。もうメジオバーマー出てるんだ。誰シーツではドバイシーマなんか出たっけな。どうせ出遅れるんだったら、控える競馬をやってみようっていうのも手だと思います。今年のドバイミーティングも、残すは2レースのみとなりました。ドバイシーマクラシック、さあ、準備が整いました。さあ、ドバイシーマクラシックスタートです。どうやったっけ？ああ、出遅れたな。ちょっと出遅れすぎ。あれ？アーバンシー？すごいな。母親で、母親じゃねえか、これ。なんと母親と対決。母親だよな。スカイスローペース。強い位置取りがちょっと心配。これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭4番メジロパーマー、その後ろ5馬身くらいあって9番ユーダーフレンドリー、12番黒い馬体コタシャン、それからもう1頭エズード、そして5番手にミシル、それから8番アーバンシー、ベールタマンドじわっと上がっていく。タパンドが上がっていく。さあこれはもう後ろから2番手だぞ。まだ上がっていこうとするが届くのか。メジオパーマー逃げ切れんじゃないの。また中割ってきた。強烈だ、強烈な末足かわせるんじゃないの。やった、やりました。やっぱり控えた方がいいんじゃないかな。この馬ドバイシーマクラシック制覇です。いや、しぶとい末足見せますね。瞬発力 A ですね。だから、勝負根性が S で、瞬発力が A だったら、そんなに、後ろから行ってもダメってほどではないですね。ありがとうございます。ちょっと元気ないね。いい感じだね。放牧。
はい、というわけで、非常に嬉しい結果、ドバイシーマクラシックを、制覇することができました。次回ですね、一回 WBC にチャレンジしたいと思います。期待してください。はい、チャンネル登録募集しております。ぜひぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録していただいたら、コメントを、推奨いたします。コメントしていただいたら、いいことあると思います。まあ、こういう大人の事情で、まあ、詳しいことは言えないんですが、何人目かで、ということを書いてください。よろしくお願いします。またですね、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されます。はい、お時間ありましたらそちらも見に行ってください。よろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。